こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただき、ありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。 今回のテーマはお相手の本音ということであの人の愛する異性はあなたなのかどうかということを見ていきたいと思いますあなたが今気になっているお相手の方は あなたのことを今、異性として、まあ、恋愛対象として見てくれているのかどうか、まあ、そこが気になっていらっしゃる方もいるかと思うので、お相手の方は今、あなたのことをどう思っていらっしゃるのか、愛する相手だと思っているのかどうかということも見ていきたいと思いますえ。今回ですね、こちらの2つのカードをご用意しておりますので、どちらかお好きなカードをお選びいただければと思います。 それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますのでこちらを AB とさせていただきますのでお好きなカードをお選びくださいはいカードをお選びいただきましたでしょうか それではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではまずはじめに A をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマはお相手の本音ということで、あの人の愛する異性はあなたなのかどうかということを見ていきたいと思います。 えー、あなたが今気になっているお相手の方は、あなたのことを、ま、一番に思ってくれているのか、まあ、愛する人だと思ってくれているのかどうかということなんですけれども、えー、今回ですね、こちらの6枚のカードが、ま、そのお相手の本音であったり、まあ、愛してくれているのが自分なのかどうかということを表しております。で、今回上と下で3枚ずつカードを分けさせていただいているんですが、上の3枚がですね、お相手の方があなたのことを愛しているのかどうかということを表しております。 ます対して下の3枚のカードについては今後をですねあなたとどうなっていきたいと考えていらっしゃるのかということを表しておりますでまず初めにですね今回出た結果を見させていただいたところといたしましてはまあ、お相手の方はですねあなたのことを今 愛しているというよりかは、どちらかというと今気になる存在ではあるかと思います。ただ、今回出た結果を見るに、お相手の方は少しですね、あなたに対して、まあ、横島な感情も、 ま、抱かれているのかなっていうのがありまして、純粋な愛というよりかは、少し、ま、そういった横島な感情で今は見られているっていうところが見て取れます。ただ、そのままでは、ま、いけないということに気づくというカードも出ておりますので、いずれはあなたに対して、ま、こう、純粋に向き合ってくれるとは思うんですが、今、現時点ではそうではないのかもしれないということを伝えております。 ただ、今後どうなっていきたいのかっていうことについてはですね、まあ、非常に良い感情を抱かれているのかとは思いますので、そのあたりもですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。で、まずはじめに上の3枚のカードですね、えー、あなたのことをまあ愛していらっしゃるのか、愛する異性だと思っていらっしゃるのかどうかということなんですが、まあこれはですね、先ほどもお伝えした通り、少し横島な感情で、あなたのことを今は見ていらっしゃるっていうのが出ております。まあそれを表すカード、 カードがこちらのカードになってておりましてこちらのカードはですね、まあ、冷静さを書いている、まあ、今回逆位置で出ているんですが、このカード自体が正位置になった時に冷静さやこう客観的に見るということを表すカードになっているんですが、それが逆位置になりますと、その冷静さを書いてしまっている、まあ、主観的になりすぎているということも伝えているカードになるんですが、 まあそういった意味でお相手の方は今すごくまああなたのことをまあ冷静さを変えているといいますかあかなりこうまあ独断と偏見で見ていたりまあちょっとこう悪い考えを持ちながらあなたのことを見ていらっしゃるっていうことを表すカードになりますでまああなたに対して何かこう 裏切ってやろうとか何かこうモテ遊んでやろうとかっていうわけではないんですが少し純粋なあまあ恋愛という気持ちからはまあ、遠いのかなとは思いますそれとはまた違う感情で今は見ていらっしゃるっていうのがまずこちらのカードになっておりますただですね、えー、まあそういった感情を今は抱かれているっていうことが出てはいるんですがまあ、そのままではいけないということをお相手の方がまあ気づかれると おういうカードも出ておりますので、そこはですね、あまりこう心配しすぎないで大丈夫かなと思います。まず、この真ん中のカードに行くんですけれども、こちらのカードについてはですね、まあ、行き詰まりということを表すカードになっておりまして、まあ、今までのやり方や考え方のままでは、まあ、この先はないということに気づくということを表すカードになっております。すなわち、今はですね、ちょっと横暇な感情であなたのことを見ているというふうにお伝えした でまあそのままではやはりあなたとの関係の発展がやっぱりこう見られないということをまあお相手の方もまあ気付かれるというですねまあそういう出来事が起こるということを表すカードになっているのでいずれですねえ今の感情やまあ今の見え方ではなくまあ純粋にえあなたのことをこう思うようにお相手の方は変わっていくのではないかなと思います。 あともう一つですね、最後こちらのカードについても、今のままでは良くないということを表すカードになっておりまして、こちらのカードはですね、まあ、本来、正位置でありますと、まあ、気持ちを伝えるとかですね、まあ、気持ちを受け止めてもらえるということを表すカードになるんですが、まあ、これが逆位置になりますと、まあ、その自分の気持ちがなかなかこう伝わらなかったり、受け止めてもらえないということを表すカードになります。そのことから、やはりですね、今のお相手 お相手の方の考えや、あなたに対する接し方、態度では、あなたからこう受け止めてもらえない。いくらお相手の方があなたのことを意識していたり、気になる存在であったとしても、今のままではやっぱりこう受け入れてもらえないっていうことを伝えているカードになりますので、まあ、そういった経験を通じて、お相手の方は、まあ先ほども言ったように、まあ、方向を変えていくといいますか、今までとはこうガラリと人をこう、かえー 人がこう変わっていくようにえなるのではないかなと思います。 なので、今、現時点はちょっと良くない感情を抱かれているかもしれないんですが、いずれお相手の方は、あまあ、誠実な方にまあ変わっていくのではないかなと思います。今がですね、まあ、決して誠実ではないっていうわけではないんですが、少しですね、こう、ピュアな感情ではないのかなというふうにですね、今回の結果からは読み取ることができます。ただ、それが、まあ、純粋なものにですね、より純粋なものに変わっていくという結果となっております。 じゃあそれを踏まえてですね、えー、お相手の方は今後、あなたとどうなっていきたいと思っていらっしゃるのか、下の3枚のカードを見ていきたいと思います。 でこちらに関してはですね、最初にもお伝えさせていただいた通り、非常に良い感情、良いですね、まあ、未来を描いているということを表すカードが出ておりますので、まあ、今後はですね、お二人の関係は順調にですね、発展していけるのではないかなと思います。でまずはじめにですね、こちらのカードから見ていきたいと思います。 こちらのカードはですね、寛大ということを表すカードになっておりまして、まあ、心の広さですね、まあ、寛大な心というふうにも言ったりしますが、その寛大ということを表すカードになっておりまして、まあ、安らかな心というですね、えー、気持ちを表すカードでもあるということから、まあなたのことをこう広く受け止めていきたい、えー。何でもあなたのことであれば、ちゃんと受け止めてあげたいという気持ちを表すカードになっているので、まあ、これ、えーまあ、今後に 関しては、まあ、あななたたととと人人でで、まあ、生を歩んいいいいきたいという,ふうには思、まあ、思っていらってらしゃるのかなと思いますそれに加えてですねこちらのカード自体は、まあ、良き理解者ということを表すカードでもありますのでお相手の方はあなたの良き理解者になりたいというふうにも思っていらっしゃるのではないかなと思います、まあ、そういうふうにこう考えるようになったということについては先ほどですね、まあ、自分の気持ちがなかなか受け入れてもらえないというですね、まあそう そういった経験を通じて、やっぱりまずは自分があなたのことを受け止めたり理解してあげ,るあげられるような存在にならなくては、まあ、2人の関係としては発展していかないのではないかということであなたにとってのこの良き理解者になりたいというふうにですね思っていらっしゃるのではないかなと思います。 で実際にですね、その愛している気持ち、あなたのことを、まあ、思う気持ちを、じゃあいつ伝えてくれるのかっていうと、まあ、すぐにはですね、まあ、ちょっとこう伝えてはくれないのかもしれないんですが、お相手の方の中であなたとのまあ関係が、まあ、これからまあうまくいくだろうというですね、まあ、そのまあ見通しがつけば、まあ、気持ちをですね、伝えてくれるようになるのではないかなと思います。でそれを表すカードがこの真ん中のカードと、まあ、残りのまあこの2つのカード、まあ、関連がですね、非常に強いので、 えーまあ、合わせて見て見いこううと思うんですが今回こちらの真ん中のカードについては逆位置で出ておりますでこのカード自体は気持ちを伝える、まあ、伝えたいという感情が湧き起こってきているというカードになっておりまして、まあ、告白であるとか、まあ、プロポーズですね、まあ、そういったことをしたいという気持ちを表すカードになっておりますでそのことからあー、まあ このカードが正位置の時になっていれば、あなたに対して、まあ自分の愛している気持ちを伝えたいっていうですね、まあそういった感情を表すんですが、これが逆一になっておりますので、今、あ気持ちをこう伝えたとすると、まあうまくいかないんじゃないか。あなたからその気持ちを拒否されるのではないかっていうふうには思っていらっしゃる。まあ、あその気持ちを伝える行為が不本意な結果になってしまうのではないかっていうことを、まあ、暗示するカードでもありますので、ちょっとその気持ちを伝えるタイミングとしては今では ないなっていうふうには思っていらっしゃるかもしれませんただ最後のこちらのカードについては成功ということを表すカードになっておりまして、えー、何かこう まあ頑張ってきたことが成果となって帰ってくるであるとかまあ周りからこう認められるということを表すカードになりますそのことから人間関係や恋愛で言いますとまあ二人の関係すなわちあなたとお相手との関係が周りからこう認められるようになればまあ気持ちを今度はちゃんと伝えたいというふうに思うようになるのかなと思いますのでまずはあなたとのまあ人間関係の構築ですね、まあ、そこを最優先にしていきたいと思っていらっしゃるので そこで、まあ、良好な関係が築ければあしっかりと、まあ、お互いにこう愛し合えるような関係、まあ、恋人のような関係になるために、まあ、気持ちをこう伝えてくれるようになるかと思いますので、まあ、すぐにまず初めにその、まあ、告白とかっていうものをするというよりかあなたとの人間関係を深めてからそういった気持ちを伝えるアクションというものをお相手の方は知ってお しようとですね、えー、考えていらっしゃるのではないかなと思います。なので、まあ、今後の、まあ、未来について見れば、あなたとのですね、まあ、愛を育んでいく、まあ、関係を育んでいきたいっていうことを表すカードが出ておりますので、まあ、今後、お相手の方との関係は順調に良い方向へと、えー、発展していくのではないかなと思います。 えー、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。えー、もしこの動画が少しでもいいと思いましたら、ぜひ高評価、グッドボタンもお願いいたします、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、それでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 今回のテーマは、お相手の本音ということで、えー、あの人の愛する異性はあなたなのかどうかということを見ていきたいと思います。えー、で、あなたがですね、今気になっているお相手の方は、まあ、あなたのことをどう見てくれているのか、愛する人だと思ってくれているのかどうかということを見ていくんですが、今回こちらの6枚のカードがですね、そのお相手の方の本音を表しております。 でカード自体はですね、上の3枚、下の3枚と分けさせていただいておりまして、上の3枚では、お相手の方があなたのことを愛してくれているのかどうかというのを、えー、表しております。えー、対して、下の3枚のカードについては、お相手の方が今後あなたとどうなっていきたいと思っているのかということを表しております。 でまずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、お相手の方は、まあ、あなたのことを愛している、愛する異性だとは思ってくれているかとは思います。ただ、今はですね、そのあなたを愛する気持ちをこう邪魔する存在っていうのもいまして、それが何かこう外部的な要因なのかっていうと、そうではなく、お相手の方の心の中に潜む あるものが、そのあなたのことを愛する気持ちを、 ま、妨げていると言いますか、まあ、妨害しているというのがありますので、えー、そのあたりですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。で、今後の、ま、未来については非常にですね、明るい、ま、未来を表すカードが出ているので、えー、これから先の関係については非常にいいですね、良い関係が築けていけるかなとは思いんです、思うんですけれども、現時点ではその、あなたのことを愛する気持ちを邪魔しているものがありますので、まあ、そこを、ま、どう乗り越えていくかっていうことが、ま、重要になってくるかと思います。 でまずはじめにですね上の3枚のカードから見ていきたいと思いますお相手の方があなたのことを愛しているのかどうかということなんですが これはですね、先ほどもお伝えした通り、あなたのことを愛しているっていうのは、まあ、あ間違いないのかなとは思うんですが、今はその愛する気持ちをですね、まあちょっとこう、妨害しているものがあるということをお伝えしたんですが、まずこちらのカードですね。こちらのカードから見ていきますと、このカードは悩みが消えないということであったり、まあ悪い予感がするということを表すカードとなっております。すなわち、お相手の方が、今一つこう、ポジティブな、あまあ、 思考に慣れていないということを表すカードになっておりまして、何かこう、どんなこともこうネガティブに捉えてしまったり、後ろ向きな考えがこう出てきてしまっている。まあ、それによって悩みがあいつまで経ってもこう尽きないというような、まあ、そういう状態を表しております。 で、何に対してですね、お相手の方が今悩んでいらっしゃるのかと言いますと、えー、残りのカードを見ていくとわかるんですが、今お相手の方は、まあ、ちょっとこう、まあ、欲深い状態になってしまっているのではないかなと思います。すなわち、あれも欲しい、これも欲しい、えー、もっともっとこう欲しいみたいなですね、えー、まあ、非常に何でもかんでもこう手に入れたいと思うような、あ状態になっていらっしゃって、それによって、まあこう自分を、まちょっと見失っているというような、 まあそういう状況にあるのではないかと思います。それを表すのがまず一つ目、こちらの真ん中のカードになるんですけれども、こちらのカードはですね、まあ過剰な自己防衛であるとか、まああとは欲による失敗ということを表すカードになっております。えー、すなわち、えー、自分の、まあ周りのものを何でもこう、まあ守りたい。例えば、まあ自分の立場であるとか、お金とか、あとは所有しているものとか、 まあそういったものをこう守りたいという気持ちが強くなりすぎるがあまりに例えばそれを守るために周りを攻撃してしまったり守りたいという気持ちが強すぎてかえって失敗してしまうすなわちそれの、まあ、守れなくなってしまう大切に思っていたものが結局こう失ってしまうという結果になるということを表すカードになっておりまして、まあ、そういったまあいろんなものを手に入れたい、まあ、欲深い状態と同時にその手に入れ 入れたものを全部自分だけで独り占めしたいというようなまあ、そういうちょっとこう過剰な自己防衛の状態になってしまっているのではないかなと思いますなのであなたのことを愛しているっていうまあ気持ちは持っていらっしゃると同時にそれ以外の自分の立場お金所有物ですねそれらも守りたいという感情が今すごくこう大きくなってきてしまっていてそっちに今まあ気が問ら 取られていると言いますか、あまあ目が向いているっていう状態にあるので、まあそういうことがすると、今はあなたよりもその自分の守りたいものの方が優先順位としてはちょっと高くなっているのかなとは思います。 で、そうさせている原因が何なのかっていうと、これはですね、最初にもお伝えさせていただいた通り、お相手の中に潜むですね、あるものが関係しているということをお伝えしました。それがですね、こちらの最後の悪魔のカードになるんですが、今、お相手の方の心の中にはこの悪魔がですね、潜んでいまして、その悪魔が、まあ、いわゆる悪魔の囁きをしていることにより、お相手の方の お相手の方が、まあ自分をこう無失っているような状態になっているのではないかと思います。で、実際にこの悪魔のカードと言いますのは、まあ欲によって、まあ欲に任せた行動であるとか、まああとは歯止めが効かなくなるということで、どん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 こう悪い方向悪い方向にですね、こう導いていく、そういった存在になっております。 で、この悪魔がですね、まさしく今お相手の方を、まあ,あ、どんどん悪い方向に引きずってい、えー、っているという状態で、まあ、それによりちょっとこう、まあ、欲深い状態になってしまっているのではないかなと思います。 なので、今はあなたに、えー、あなたのことをま、求める。いわゆるあなたのことを愛するという気持ちを持ってはいらっしゃるんですが、それだけじゃなく、いろんなものに対して、えー、何かこう自分のものにしたいというような感情が湧き起こってしまっていて、いわゆる分散してしまっているんですね。なので、今はあなたに対する、 まあ気持ちだけじゃなくてそういったいろんなことに集中していらっしゃるので、まあ恋愛の発展としては少しですね、今は思うように進んでいかないのかもしれません。 ただ、この悪魔がですね、じゃあこれからもずっとお相手の方の心の中に潜んでいくのかっていうと、そういうわけではなくて、いずれですね、自分がまあ良くない行動に走っていたということを気づかれる時期がですね、訪れるかと思います。そのタイミングでこの悪魔という存在もこう払拭されていって、お相手の方はもう一度こう考えを改め直し、あなたのことだけをこう向いてくれるようになるかと思います。その影響でと言いますか、それによって、 お相手の方との今後の関係性は非常に良い方向に向かっていくっていうことを表すカードが出ておりますので、えー、最後この下の3枚のカードをですね、えー、見ていきたいと思います、まあ、お相手の方は今後あなたとどうなっていきたいと思っていらっしゃるのかっていうことですね こちらのカードについては、どれもですね、えー、非常に良い意味を表すカードが出ております。まず一つ目、こちらの星のカードになっているんですけれども、この星のカードはですね、まあ、星というのがそもそも希望というものを表す象徴になっているので、お相手の方があなたとのまあ未来に対して希望を抱かれているっていうことなんですね。なおち、これからあなたとまあ迎えていく未来に対して、ワクワクした気持ちや期待感を寄せていらっしゃる。まあ、これからこういう風になっていけばいいなっていうですね、 ま非常にこう明るい未来を想定されているといいますかイメージを描かれているということで、まあ、これからは2人の関係をもっともっとこう親密にさせていきたいと思っていらっしゃるのではないかなと思いますさら、まあ、なる上の関係ですね質の高い関係になっていくようにお相手の方は今考えていらっしゃるのではないかなと思います、まあ、そうなっていきたいと思っていらっしゃるということですね で、もう一つこの真ん中のカードにつきましては、あこちらはですね、進歩ということを表すカードになります。すなわち、えー、物事を前に進めていくっていうことを表すカードになるんですが、まあ、これもあなたとのまあ関係を進展させていきたい。そういった意味でのまあ進歩なのかなと思います。まあ、こ,あこのカードから見てもですね、えー、お相手の方はまあ未来においてあなたとの関係をもっとこう深めていきたいと思っていらっしゃるかと思います。 で、最後、こちらのカードですね。こちらの、ま、カードについては、恋人のカードになっております。まあ、まさしく、まあ、文字通り、えー、あなたとですね、まあ、恋人の関係になっていきたいであるとか、もっともっとこう、愛を深めていきたい。あなたの、えー、に対しての、まあ、愛がですね、もっともっとこう、深まっていくということを表すカードになっておりますので、まあ、今の時点でも愛する異性というのはあなただとは思うんですが、今後、よりそうですね、えー、あなたのことを愛する、いわゆるまあパートナー、 になっていくので、はななないいかなと思いますなので、まあ、今後の、まあ、未来のところを見れば、非常に良い意味を表すカードがたくさん出ておりますので、これからの関係については、まあ、心配はあまり必要ないのかなとは思うんですが、現時点ではちょっと、まあ、欲に目がくらんでいるというような状態になっておりますので、まあ、そこからお相手の方が、まあ、何かこう気づきを得て、えー、抜け出すことができれば、先ほどもお伝えした通り、えー、2人の関係としては順調にですね、 発展していいけるのかとは思います、はい、なので、えー、早くお相手の方がここをまあ抜け出せるかどうかということですね、はいまあ、そこがあ鍵になってくるかとは思います、はいえー、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです、えー、もしこの動画が少しでもいいと思いましたら是非高評価グッドボタンもよろしくお願いいたします、えー、それではまた次の動画でお会いしましょう はい。ということで、今回はお相手の本音ということで、えー、あの人の愛する異性はあなたなのかどうかということを見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。えー、今回の動画としては以上となるんですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、えー、現在個人鑑定を行っております。 いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルでは一つのテーマに対し大勢の方に向けてリーディングを行っているんですが個人鑑定ではあなたが今まさに気になっているお相手の方との今後の関係性や復縁の可能性など様々なお悩みであったり気になることについても鑑定をさせていただいておりますのでもしご興味がありましたら個人鑑定もご利用いただければというふうに思います 個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。